鉄砲隊の演武をご覧いただきます。鉄砲を撃つことはその時の演武の場所によって1発発射するとき2発発射するときがあります。その区別を間違えないように覚えておいてください。いい鉄砲隊取れ、陣形を取れ、構え、撃て。撃て。撃て。陣形を戻せ。前へ進め。鉄砲隊は行進し、演武の位置にまで到着いたします。鉄砲隊止まれ、陣形を作れ。鉄砲隊構え。最前列の人は前方に銃口を向け構えます。撃ての号令で発射します。そしてここでは号令がなく、直ちに立ち上がり、構えを変えて右向きに回り、最後列に移ります。2列目、3列目の人は、先ほど最前列の人が行った所作と同じように動作を繰り返します。という形で皆様覚えておいてください。よろしくお願いします。ただいまの演武が路上での演武になります。続いて籠田公園で行われる演武をご覧いただきます。はい、いい鉄砲隊止まれ、陣形を取れ、構え、撃て、撃て。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 陣形を戻せ。前へ進め。続いて鉄砲隊の河川敷での演武をご覧いただきます。ここでの特徴は、1人が3発連発するところが違います。ご覧ください。実際の動きをご説明いたします。まず鉄砲隊は各隊の区別なく2列応対に待機します。 1列目の人はこのように鉄砲をハスに構え待ちます。そして号令がありましたらその通り動いてください。では号令を交えてご説明します。鉄砲隊構え、撃て、撃て、撃て。この時鉄砲がすでに空になりましたので、これを足元に置いてください。そして抜刀という号令が加えてかかります。そうしましたら腰にあった刀を抜いて構えて、そして鉄砲台かかれの号令で、すべての鉄砲隊が一度にまっすぐ正面に向かって走り抜けます。いやー、以上です。